こんにちは、ハッシュパピー EC 課の加藤です。ハッシュパピーモデル斉達です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤さん、はい、普段お休みの日何してるんですか？最近だとあの公園に行って地元の小学生たちと一緒に遊んだりしてます、はい、あ、そうなんですか。小学生と遊ぶんですか？はい。何して遊ぶんですか？サッカーだったり、サッカーだったり、バスケットボールだったり、はい、いろいろ一緒に遊ばさせて。小学生と何か会話弾むんですか？小学生とはもう本当にあのポケモンの話とかそういうので盛り上がったりしますね。すごい、加藤さんできた人ですね。すごいです、ね、全然すごいです、ね、全然小学生と遊ぶのが楽しくて楽しくてでは今回はゲストに長谷川さんと山田さんをお呼びしましたので今から変わります。こんにちは、イオンモール松本より参りました山田です。イオンモール新小松から参りました長谷川です。イエイイエイこんにちは。ぴったりでしたね。あ、本当ですか？ありがとうございます。じゃあ早速商品の方ぜひぜひ、はい、そうですね、お願いします。お願いします。今日ちょっと紹介したのがいっぱいあるので。あるんですか？あります。ぜひ聞かせてください。紹介しましょう、はい、そうですね、パンツってメンズで一番やっぱ大事なアイテム、うんうん、おっしゃる通り履くもん。そうですね、パンツしかないですね。そうですね、はい、そうですね、おっしゃる通りです、うん、パンツが変わればまた気分も変わる、うん、そうですね、うん、パンツ変えるだけで持ってるワードローブも全部変わりますからね。印象も変わりますし、はい、やっぱり結構大事なアイテムっていうところではやっぱ紹介したいところですね。お願いします。はい、早速そうですね、いきますか。ちょっとこちらのね、ピケの方からお願いします。はい、まあ、ピケっていう素材になるんですけども、まあ基本的にはピケって細かく言っちゃうと縦2本、横1本で覆われている、覆られている素材なので、なのでしっかりとした素材なんですね、うん、結構しっかりしてる。あ、本当ですね、うんうん、がっしりですね、うん、がっしりですね、うん、ただハッシュパピーのパンツはストレッチが入っているので、うん、がっしりしてるんですけども、ストレッチ性がすごく動きやすいですね。じゃあちょっと伸ばしてみてもいいですか？はい、失礼します。あ、すごいすごいですね。斉田さん、ぜひぜひ。おー、縦にも行くんですね。あー、すごいすごい。ピケって言われてゴワゴワしてるだけだと思ったんですけど、うん、伸縮性がすごいですね。そうですね、なのですごい履きやすくなってます。そうですね、うん、すごい。で、色もちょっと抑え、2色で抑え気味で、でもなんかいい、ね、いい色ですよね。そうですね、ちょっと毛が長いのかな、うん、そうですね、毛並みはちょっと少しちょっと風合いがあるね、うん、ありますね、秋らしい、はい、まあ、冬らしいっていうところも出していけますし、うん、まあ、まず秋かっていうところ、そうですね、流れとしていけます、はい、すごい履きやすいと思います。はい、これ2シーズン使えるものですかね。あ、まあ、秋そういう感じだとね、はい、ちょっと寒いかもしれないですけどね、うん、でも大体パンツって3シーズン、まあ、そうですね、考えていただいた方が、うんうんうん、考えていい、うん、なるほど、はい、秋、冬、春、うん、春先まで、はい、っていう感じで履いていただくっていうところでは長く使っていただける。じゃあ買うならちょっとこれ悩みの一つになりますね、はい、買っとくといいなと思うんですけど、ぜひ1本はこれはおさぎらしいかなと、はい、ね、はい、タイプになりますね。で、これはサイズ展開としては3センチピッチでご用意してますので、うん、はい、体にフィットしたものがちゃんと、うん、見つかる、うん、あ、悩みも一つ解決できそうですね。これはぜひね、お店に来ていただいて、はい、どっちも履いてもらって、そうですね、履いていただいて、うん、はい、良さをね、はい、感じてほしい、うんうんうん、気に入ったらぜひ2本、はい、色違いでっていうところ、はい、はい、次ご紹介して行きたいのがですね、今斉田さんにも実は履いていただいてるこちらのパンツになってるんですけども、ね、はい、はい、これ素材が綿とレーヨンとポリエステル、うんうん、いい素材ですね。ちょっと履き心地どうです？なんかすっごい柔らかいんですよね、ソフト、うん、そうですね、履き心地めちゃめちゃいいです。あ、よかった、はい、まあ、レイヨンが入ってるんでサラッと、そうですね、サラッとね、っていうところで、見た目ね、すごい光沢感もあって。あ、そうなんですか。あの、ちょっとね、光に当たると見えるんですけど、うん、すごいね、高級感がありますね。エレガントです。あ、エレガントに見える、うん、そう、綺麗です。すごく柔らかくてね、優しい感じで履き心地は本当に気持ちいい。いいですね、はい、これちょっと後ろ見せていいですか。ここ、そうなんですね、ここさっきエレガントって言いましたけど、そうなんです、感じもちょっと
ちょっと、ね、入ってるんですよ、そうなんですよ。ちょっとね渋いポイント私これ入れさせていただきます。私これすごいかっこいいなと思ってて、でこれインにした時にこのね綺麗なラインが出るっていうのは、そうですね、うん、かなりスマートな着こなしパンツでできるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりシルエットも綺麗ですしね。シルエット綺麗ですか、うん、あ、いいですね、すごいすっきりしてる、縦に伸びてます。縦に伸びてますね。シュッてなってます今。どうなってますか。シュッてなってます。わかりました。ありがとうございます。で今みたいなカジュアルな感じで合わせて、そうですね、はい、上をちょっとオンな感じ、そうですね、シックな感じ、うん、あ、パリッとしても大丈夫かな、はい、まあニットみたいな柔らかい風合いのものの時にこう汗たげてもね、光沢がちょっと異素材感みたいな、なるほど、それも楽しそうですね。ストレッチからのこっちもちょっと悩みますね、どうしようかな。流れとしてはこういう感じですね、はい、どんどん悩ませましょう。じゃあ次行きましょう。はい、行きましょう、はい、お願いします。ありがとうございます。こちらですね。そうですね、次こちら、柄のパンツって意外に少なかった、少ないですね、はい、っていうのもあるので、はい、そういった面ではちょっと今までこう単色単色って着てる流れでちょっと変わった感じの柄のパンツ、確かに今までとちょっと系統違いますよね。そうですね、はい、でこれのパンツの良さっていうのがまずウエスト部分にサイドにゴムが、はい、おお、ここなんですよ、入ってるんですね、楽そうですね、楽ですね、楽ちんですね、楽ちんですね。僕はこれ好きです。これ大好きです。見た目そんなになんかカジュアルすぎずですね。そうですね。綺麗な形してますよね。はい。で、あと最大の次の特徴としては、うちにこう、ウエストで締めれる、そうです。紐で縛れるんですね。ちょっとジャージタイプっぽくも。確かに。楽にね、巻いていただいて。ジャージスウェットみたいな感じの感覚。で、行っていただきますね。でもこれは楽に着て、もう、パッと決める。そうですね。で、うん、でさらにサイズ転換としては M、L、L の3サイズ転換、うん、L の、ね、はい、なってますので、でもこれゴムがあるのでかなりいろんな方に楽しんでいただけるようになるかなと思うんですけど、うんうん、間違いないですね。で、まあ、こういうちょっときれいめな感じが苦手だっていうところでいくと、うん、今僕が履いてるこういう、あ、それスポーティーな感じですよね、ありますね、かっこいいですね、うん、っていうのもあるので、こういうのはあるんですね、後でご紹介します。あ、はい。はい。次にこちらになりますね。そうですね。これまた素材感どうですか。見た目まあツルツルしてる感じです。いや、だから柔らかい感じがしますね。はい。いいですね。で、触った感じもそうですね。生地感もそこまで分厚い感じもなく。ないですね。軽い、うんうん、軽くて柔らかい素材。はい。でも持っても結構軽いです。そうですね。楽になってますし、逆にちょっと旅行とか行くと。ってまとめて、あ、そうですね、うん、この素材だとでもシワにならないから、ね、使いやすいかな、いいじゃないですか、ありますね、それなんかこれこう、ね、光沢感もあるんですね、そうですね、うんうん、でこれも同様にあの3サイズ展開なので、うん、あと使いやすい、これも同じく後ろの方にそうですねゴムが入ってます、ね、ウエストでウエストでゴム、はい、いいですね、安心ですね、安心です安心です、大事です安心できますかいいですね、はい、でまあお色としてもまあ茶っぽい感じと、うんうんうん、ブルー系ですね、ブルー系でね、また雰囲気が変わる、ちょっとでも細かいこう白のそうですねお色味が入ってるので真っ青ってわけじゃないの で、ね、ここも差つきそうですね、そうですね、うん、まあデニムが硬いなっていう感じで、うん、っていうところで、ちょっとデニムの印象を持ちながら、もう楽さを持つっていう、そう楽そうですね、もうこれ本当に、うん、動きやすそうで楽そうですね、やっぱりさっきもありましたけど楽かつ綺麗、そうですね、楽なのはやっぱ大事か、うん、かっこいい、そう、品がなんかあるんですけど、光沢感もありますよね、あってカジュアルすぎないのがいいなと思います、ね、ありがとうございます、ありがとうございますこれはい、すごい高そうな見つけちゃいました、パンツがあるなんか働き心地がいい実際どうなんですか、それあったかいんですか、あったかそうですね、実際これまあ体感していただくと分かるんですけども、ここ触ってみてください、あ、いいですか、あったかい、これ裏肝になってる、裏肝になってますね、はい、なってるんですね、あったかそうですね、これね、最近だんだんメンズもこういうあったかいパンツっていうのが、うんうん、
増えてきてますし、寒い時は寒いですからね。寒い時は寒い。まあ秋の終わりぐらいから。そうですね。確かに。で秋物でずっと来ましたけど、秋が終わる頃からは。でも実際あったかいパンツって見た目がなんかジャージ臭かったりとか。そうですね。なるほど。どうしてもね。でも全然ジャージっぽくないですよね。そうなんですね。でちょっとこういうパイピングつけたりとかして、ちょっと綺麗めになる。そうですね。そうですね。後ろとかもこだわってますね。でまあ、こちらをめくったついでに見てもらいたいんですけど、ポケットじゃないんですよ。ポケットのステッチなんですよ。これそうなんですね。ないですね、キレが、うん、なので座った時に邪魔にならないというか膨れないっていうか、すごい、そういうのも使える。履いた時も綺麗ですね。本当だ、そういうのもすごい大事かなと。大事、見てる、大事、大事、こだわってる。はい。でこういうのだったらジャケットとか合わせて、うん、そう思いました、うん、合わせるにもぴったりだなと思いました。いけますので、はい、長く使える。また色もいいですね、グレーと、うん、ちょっと青が入ったような。そうですね、絶妙ですよね、これ、はい。でさらに紹介したいのが、これよりももうちょっと段階があったかくなったパンツ。私がもっと気になったやつですね。こちらです。またちょっと後ろ来ますね、この後ろ、はい、こんな感じ。すっきりしてますね。すっきりしてますね。これも、どういうもちろん。さらにですね。さらに。その順番で。うん、もう、決まりですね、うん。こういうことですね。寒がりさんには持ってこい。持ってこいですね。これ気持ちいいですね。っていう感じで、言っていただけますね。なんか動きやすそうですしね。うんうん、はい。そうです。この素材柔らかくて。ちょっと伸びチェックしていいですか。あ、どうぞ。間違いない。これもやっぱり、うん、本当ですね。これ過ごしやすいですね。そうですね。どうしてもね、こう厚いパンツってゴワゴワしてしまうのがね、難点な時もあるんですけど、そう。これは全然そんなことなさそうですね。過ごしやすくも温かい。そう。さ、今出てきたゴワゴワみたいな感じとか、あったかそうみたいな、やっぱ出したくない。出したくない。っていう人にはさらにこっち。はい。ナイスです。これめちゃめちゃかっこいいですね。はい、普通のパンツ。そうですね。見た目はちょっと秋っぽい感じの。そうですね。はい、こっちと似てる感じですよ。違う方面。そうなのね。これも実は裏があなってます。あ、さらにこれはもっとなんかフリースっぽいですね。そうですね。紐っていうよりは、うんうん、へ、腰のある感じがしますね。はい、だからなんかちょっと短パン履いてるよ。みたいなことをちょっとアピールしたくないなーみたいなところのお客様には逆にこういった、うん、これかっこいいですね、うん、短パンっぽくない。そう、うん、短パンっぽくない、いい意味で、はい、本当にこれかっこいいですね。どうですか、これもやっぱり、ね、これも同じです。合格ですか。はい、合格です。ありがとうございます。っていうところの、はい、やっぱりこういうカジュアルな感じのパンツ、うんうん、さらにもっとカジュアルにしたいなって言って紹介したのが、僕今さっきご紹介しました、この先ほどちょっとちらっとお話してましたね、はい、ジャージ系のタイプのパンツになるんですけども、じゃあ同じように裏があって、裏が実はあったかしようっていうところになってますね。で、まあ、これはかっこいいですね。ありがとうございます。ちょっとジャージ系のちょっとカジュアルなスタイリングで組んでしまってもいいのかなと思いますし、なんか少し先がシュッと、そうですね、リブになって、うんうんうん、まあ、そうが今年のちょっとトレンド感もあってのジャージ系っていうところ、うん、すごい気になったのがここですね。それ蛍光みたいになってます、ね、蛍光みたいになってます。光が当たるとあったかいで蛍光もある。そうですね、これもそうですね、スポーツで散歩、うん、ウォーキングあっていうところでも使えるっていうところで、まあ、ポケットもいっぱいあるんで、これ後ろにもポケットありますね。あ、ちゃんとついてます、はい、でここにもポケット、あ、ここもたくさんついてますね、すごい。そうですね、なんか手ぶらでお出かけできそうですね、はい、散歩 できそうですね冬の散歩に、はい、ドレッシーじゃないですけど綺麗なんで、うん、あのゴルフ場で使うアイテムとしてもいいなと思って。そうですね、寒いじゃないですか、うん、プレイするときに。だから裏着もいいなと思って見てました。もちろんそちらもいいなと思います、はいはい、いいですね、うん、今回もいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。とんでもないです。もう本当に秋におすすめのねパンツたくさんもう本当にご用意いたしておりますので、
ウェブでも店頭でもぜひね、あのウエストもそうですけど、素材感実際触ってみていただいて、光の下でね、ご自身のお洋服と合わせていただいても全く違った見え方すると思いますので、私どもぜひ店頭、はい、ウェブでお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。またぜひ次回もお楽しみにお待ちください。